学校行ってきます。はい、行ってらっしゃい。ときめお姉ちゃん、行ってらっしゃい。え、ときめお姉ちゃん、あれ、今外に出たはずなのに。何か忘れ物？気を取り直して行ってきます。あれ、もしかしてお家に閉じ込められた？あら、時まだいたの。遅刻するわよ。うーん、気のせいだったのかな。もう一回行ってきます。はい、気をつけてね。わ、時見お姉ちゃん何してるの？ここ行ったんじゃないの？ねえ、お家から出られないの？何言ってるのさ。あの外に出てみて。まったく、ときめお姉ちゃんってばしょうがないな。本当だ。どうしてどうして？子供たちよ、何を騒いでいるのだ。パパも外に出てみて。外に？どうなっているんだ。なになに、どうなっちゃってるのよ。みんなお家から出られなくなっちゃったよ。でもこれなら保育園行かなくていいや。いや、そんなこと言ってる場合じゃないわよ。そうだぞ、今日は偉い人たち500人との話し合いがあるのに。いや、多すぎ。パパはいつも忙しいな。うん、本当にどうなっているんだ。あそこのドアから出ようとするとこっちのドアから出てきちゃうの。あの、さっきそうだった。本当かしら。ママが行ってくるわ。ママも戻ってきちゃうのかな。あら、ママだけそっち。人によって違うのか。どうして私だけこっちなのよ。ドアから出られないなら別の場所から出るしかないね。別の場所？もしかしたらとんでもないところから出られるかも。ドアから出ようとするからダメなんだ。例えば、ランドセル？中身を全部出して。あ、ちょっと、せっかく一瞬準備したのに。もう何をしているんだね。この中から外に出る。ランドセルの中に入るってこと？さあ、ときめお姉ちゃん、外に出られそうか。頭が取れなくなっちゃった。ランドセル脱出作戦失敗か。どうしたらいいんだろう。あ、なんだか怪しい箱がある。もしかしたらこれなら出られるかも。ランドセルじゃダメだったか。ここから出られるはず。出られそう。あのお姉ちゃん、それ僕の。あそこに出れない。大之助の野球ボールしかなかったよ。野球こら、お片付けしなさい。はい、ごめんなさい。それから部屋の中で野球禁止。こんなのこともな。大之助のおもちゃの子だったのか。いつもドアから外に出られるのに、どうして今日は出られないの。何回やっても戻ってきちゃうよ。どうしたらいいのかしら。こういう時のために開発しておいたのだ。外に出れる。外に出れる。これに乗れば必ず外に出られるのだ。本当？ただ一人ずつしか乗れないからな。私が先に行くぞ。くれぐれも気をつけてね。本当に外に出られるのかな。おりゃあ、少し小さく作りすぎたようだな。つぶれちゃった。パパの発明もなくなっちゃった。やれやれ、発明作戦も失敗だ。ママ野球したよ。しょうがないでしょ、外に行けないんだから。お家の中じゃできないわよ。野球したい、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 したい。コーラも騒がないの。もう外に出れないのもやだよ。学校のみんなに会えないのかな。
ちゃん。あ、もしかしてお家から出られないのってポケモンの仕業？あの、頼むそう思った。そうなったらお家の謎解き隊出動だよ。うん、行くよ、なーちゃん。いつもはここからお外に出て、あの、でもお家の中に戻ってきちゃう。もしこの辺りにポケモンがいたら、のーちゃんが反応するはず。近くにポケモンの気配はある？いないのか。じゃあポケモンの仕業じゃないってこと？仕業だったの？違うって言ってるみたいだけど。のーちゃん、なんだか様子がおかしい。ハード下がって。うん、あ、あれはゾロワークだ。どうなってるの？わかったぞ、のーちゃん頑張って。今なら行けるかも。ママ、外に出てみて。わかったわ。外に出られたわ。うわー、すごい。ゾロワークの特性、イリュージョンでバリアードの姿になってたんだ。イリュージョン？イリュージョンは他のポケモンの姿に変わることができるんだよ。ってことは、バリアードになりきっていたずらをしていたんだ。ゾロワーク、もういたずらしちゃダメだよ。お家から出られなかったのはポケモンのいたずらだったのね。ときみお姉ちゃんとなおちゃんが見つけてくれたんだ。謎解き隊にお任せあれ。うん、さすがだな。やっと外に出られるな。変化球って出てるんだけど。どこだよ。ポケルン相性じゃんけん。私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッスだったので、ニャオホーを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またグル TV や